いっぱいいっぱいになって途中で話半分になっちゃうんですね。覚えてないってことはその通り絶対行動できないってことなんですね。何の教育にもなってない、何の指導にもなってない、全ての人に必要なスキルだと思うんだけども。MA さん40歳女性、部下の指導に苦労しています、うんうん、樺沢先生の動画を見て毎日さまざまな方法で丁寧に対応してきましたが、うんうん、なかなか通じず気持ち的に負担になってきてしまいました、うん、こんな私に何かアドバイスいただけたら嬉しいです。何か人に教えたり指導したりする場合ですね、アウトプットっていうことを意識してほしいんですね。アウトプットっていうのは、まあ、こうこうこうでこうでこうだからこうこうこうでこうでってやれよって言ってこっち側の聞いてる人から見ると全部インプットでしかないんですよ。インプットをバーって言われても人間の脳の情報が入ってくる量ってもう決まってるから、いっぱいいっぱいになって途中で話半分になっちゃうんですね。だから私がよく患者さんとかに言うんだけど、例えばなんか薬の説明とかをするわけですよ。3分か5分くらい、この薬こうこうこうでね、こういう作用がありましてね、なので必ずね1日1回ね朝必ず飲んでくださいと、薬飲まないで抜いたりすると具合悪くなったりするから必ず飲んでくださいよって説明して、後に普通の先生だとそこで終わるんだけど、私の場合は分かりましたかって言って、はい、じゃあ今言った私が説明したことをちょっともう一回言ってくださいって言うんですよね。ほとんどの人は言えないです。言えないってことは覚えてないってことです。覚えてないってことはその通り絶対行動できないってことなんですね。つまり説明しても何の意味もないってことなんですね。そのような何の意味のない指導や説明をほとんどの人が世の中やってるのが実情です。これを樺沢はインプット大全の中でザル劇という言葉によって現象として引き上げました。一生懸命聞いてるようでも限界があるんです、人間。ましてや例えばそういう精神科に来てる患者だったらメンタル的に病んでるわけだから、もうグワリーってなってる状態で説明してもわからないのが当然なんだけども、だから確認のためにアウトプットしてもらえばいいんですね。それを復唱というふうに私は言いますけど、復唱してもらえばいいんですね。だからこの仕事のやり方はね、こうこうこうやってこうやってこういうふうにしてやるんだよ、分かったかい、分かりました、じゃあ今言ったことをもう一回言ってみて、もう一回説明してみてって、分かる範囲でいいからって言って、言った時にこうこうこうでこういうふうになっちゃう、こうでこうでこういう症例出してくるんでね、この時はこのパターンでこうでやってたんですねっていうふうに言えたら全部ちゃんと入ってるってことですね。だからアウトプットできた量がインプット量なんです。これがインプット大全の一番重要なエッセンスなんだけども、これこそ重要です。皆さんはただ一方的に言うだけだから、全部ザルのように抜けていく、全く定着もしない。なんで俺の部下は成長しないんだ、あなたが強制的にインプットをしてアウトプットで確認しないからです。全部あなたが悪いんですね、それはね。だからアウトプットを交えながら教えていかないと、例えばそういう風に説明するにしてもわーって言うから分かんないので、もっと分節的に言っていけばいいんです。こうこうこうでこういう場合はこういう風にした方がいいよって言って、分かったって言って、分かりましたって、じゃあ言ってみてって言ったら言えるわけだから、一歩一歩ね理解してもらうってことが重要なので、確認するっていうのが私は上司の責務だと思いますね。ちゃんと理解してるかどうかをね、ただ説明しただけで理解してるかどうかを確認してないわけだから、理解してない可能性の方が高いんですよね、それはね。なので復唱によって確認できます。とにかく何か指導する場合は自分が話すよりも相手に話させた方がいいんですよね。だからこうこうこうでこうでこうだけど、じゃあこういう場合どうしたらいいと思うっていうふうに言わせて、こうこうこうでこう思いました、正解なるし、こうこうこうでこうです、いやそうじゃなくて違う方法の方がいいんじゃないの、じゃあどう思うって言ったら、こうこうこうでこうがいいと思います、それ正解っていうふうに言えば、自分でアウトプットしてるって自分で答えを導いてるから記憶に残りやすいですよね。だから一方的に喋るっていうのは何の教育にもなってない、何の指導にもなってないですね。アウトプットを交えながら本人がどこまで言えるか、本人がどこまで復唱できるか、本人がどこまで記憶できるかってことを確認しながら進んでいかないと、ざるに水入れてるようなものだということが多いんじゃないかなと思いますね。なんで本人に対してアウトプットしながら、皆さんもだからこうやってさっきも言いましたけど、いくつか時々書き込んでもらいながらね、皆さんの脳を刺激しながら、アウトプットするってことは脳が刺激されてる状態です。インプットを続けてると脳は疲れてくるので、どんどん下がってきます、活動性がね。でアウトプットを交えながら指導していくっていうのが身につく指導の方法ですというふうに私は意識して、アウトプットが重要だよっていうことを言ってんだけど、そういうアウトプットの使い方、自分がアウトプットするんじゃなく他の人にアウトプットさせることによって、他の人の記憶力を定着力をアップさせるということができるんですってことを皆様もよく覚えておいて、これもいろんな場所でね実践できると思いますし、新入社員以外大体自分の下に部下や後輩がいるってことなわけだから、指導する立場にある人が多いですよね。バイトをしている人でも新しいバイトさんが入ってきたら3ヶ月目のあなたが指導したりするってこともありますよね。なので指導するとか人に教えたりするっていうのは全ての人に必要なスキルだと思うんだけども、アウトプットっていうのを交えていくとうまくいくと思います。仕事ができない部下にイラッとした時の対処法。精神科医樺沢翔の樺チャンネル、
今日は昭島市からサイクリング途中お届けしています。後ろの方にちょっと珍しいこの木がみたいなのが見えますね。もちもちさん、仕事のできない部下にイラッとした態度が出てしまいます。何かいい改善方法はないのでしょうか。部下が思ったように仕事ができない、あるいはあなたの指示通り動かないっていうことっていうのはまあよくあるんじゃないかなというふうに思いますね。そういう時にどうしたらいいのっていうことなんですけども、あるいはもっと自分の部下に仕事をバリバリさせたいとか前向きに取り組ませたいとかね、あると思うんですけども、基本的に他人は変えられません。何度も言いますけど他人は変えられません。そうなった時に変わるのは自分です。自分の行動を変えるか、自分の気の持ちようを変えるか、思考法、考え方を変えるという形ですね。イラッとするというのはどういうことかというと、部下を自分の思ったように動かしたいという、支配しようとしているからですね。これはアドラー心理学でいうことの縦の関係性、支配、支配されるの関係性なんで、非常によろしくない関係性ですよと。人間というのは横の関係性ですね。フラットな関係性の中でハッピーになれるってことです。だからあなたが支配しようとして、命令してやらせようとして、結果が出ないからイラッとしてるんですよ。なのでそういう支配する、支配されるの縦の関係性を他人に強いているっていうことにまず気づくべきですね。それが気づけないとしたならば、部下なんだから言ったことをやるのが当たり前だ、言われたことどうしてやんねんだよおめえっていう思考の枠にとらわれてる限りは、できなかったりイラッとするということは起こってきますよね。なので横の関係性で応援し合えるような関係ですね。職場の上司部下であっても、親と子の関係であっても、アドラーでは横のつながり、フラットな関係がいい。フラットな関係でない逆にダメだ。支配するされる関係は、支配する方もされる方も不幸になるってことを言ってますけど、質問された方は部下を支配しようとして部下が思うようにならなくてイラッとして不幸になってるわけですね。なので部下を支配するのではなく、部下仕事ができないとしたらなぜできないのか、仕事の内容を理解していないのか、どの部分のスキルが足りていないのか、どっか苦手な部分があるんじゃないのか。皆様の仕事といっても10個ぐらいに、10プロセスぐらいに分解できると思うので、そのうちのどこで困っているのか、どこが苦手なのか、そういったことを一緒に考えてあげて応援してあげるといいと思うんです。じゃあそういった部分をもっと練習していこうとか、この本に書いてあるからこういうふうにやったらいいよとか、そういう苦手な部分を得意にしていくとか、そうした中で仕事っていうのが面白くなってきて、やる気を出して前向きに進んでいくと思うんですね。おめえ何仕事やってないんだよバカ野郎というふうに言ったら、意欲をなくすだけでさらに仕事がやらなくなったり、やる気を失ってさらに仕事のレベルは下がって、ミスや失敗が多くなるっていう悪循環になると思います。なのでそういったことをフィードバックしていく、いつも言ってるけどインプットアウトプットフィードバックが重要です。部下がミスした場合、あなたがすべきことはイラッとすべきことではなく、フィードバックなんですね。なぜうまくいかなかったのか、なぜ失敗したのか、なぜちゃんとできなかったのかということを一緒に考えていくということ、そこをちゃんとやってますかってことですよね。おそらくやってないんですよ、イラッとするということは。ということはフィードバックできていないあなたが問題なんですね、実はね。それをきちんと指示指導し、良き方向に導いていくのが上司としてのあなたの仕事なわけですけど、それをちゃんとやってないわけです。イラッとする暇があるんだったら、ちゃんとフィードバックしろってことになってくるわけですね。フィードバックっていうのはなぜうまくいかなかったのかということを一緒に考えること、そしてうまくいってる点についても一緒に考えていくということ、短所の部分はフォローアップし、長所の部分をより伸ばしていくってことがフィードバックになってきますね。一緒に考えるってことです。それがアドラー心理学というところの横のつながりっていうことですし、アドラー心理学では勇気づけって言いますけどね。ということで、上下の関係ではなく、横からの応援する、勇気づけるってことで、何か部下に対してできないのかなってことを考える、具体的な何かフィードバックできることはないのかなってことを考える、そうするとイラッとするということは今よりもだいぶ減ってくるのではないでしょうか。精神科医カバサワ師匠のカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。やる気のない部下をやる気を出させる方法。カキピーさん、53歳女性、中間管理職です。仕事をサボりがちな部下がいます。常に攻撃的で人の陰口ばかり言ってる人です。そんな彼女に対して厳しく叱ることができません。私自身攻撃されるのが怖く、顔色を伺ってしまいます。私自身が変わらなければならないとは思いつつ、なかなかできません。どうしたら強い心を持って対応できるのでしょうか。褒めると付け上がるし、叱ると落ち込んでしまう。褒めるでも叱るでもなく、ポジティブフィードバックっていうのをするといいんですよね。常にそうです。全てに別にサボってる部下だからということではなく、うまくいってる部下もサボっている部下も、いまいちなんか働かない部下も、ぼちぼちやってる部下も、全ての人に対してポジティブフィードバックをすると思います。部下に限らず、同僚でもいいし、上司でもいいし、うまくいってること、よくできてることを、それいいねって言ってあげるのがポジティブフィードバックです。それいいねって言われると、そこを一生懸命やるようになるんです。うまくいってるところを伸ばすことですね。皆さんうまくいってないところを普通レベルにしろっていうのが叱るっていう効果なんだけど、あんまり言われてもみんな嫌な気持ちになって、実際その効果がないんですよね。短期間的にはあるかもしれないけど、すぐ忘れちゃう。それよりもその人が頑張ってるところとか、この人が一生懸命やってるところを指摘してあげるっていうことがポジティブフィードバックですね。ポジティブフィードバックを
をされると嬉しいわけですね。例えば YouTube でいうとこの高評価ボタンですね、これがクリックされると嬉しいわけです。いいねということを言っていただいてる、カバさんの動画いいね、面白いね、役に立つね、いいね、これが増えてるのでは、よし頑張ろう、あと15分頑張ろうね、ふうに思ってくるわけですよ。また来週も頑張ろう、これがポジティブフィードバックの効果です。だからポジティブフィードバックをされるとやる気が出たり意欲が湧いたり前向きに考えられるようになってくるわけですね。だから分かりやすく言うと、このサボってる人とかに対してそれでもその人がやってることとか頑張ってることができてることがあるわけだから、その部分に関してポジティブフィードバックをしてあげたらいいのではないかと思いますけど、そうするとどういうことが起こってくるかというと、この人は私の頑張ってるところを見てくれてるんだ、この人は私のことを評価してくれてるんだ、あ、この上司はすごくいい上司だな、あ、私のところちゃんと観察してくれてるんだっていうふうに、あなたに対して非常に前向きでポジティブでプラスの感情を抱くようになるはずです。自分のことをポジティブに評価してくれてるわけだから、だからいいことずくめなわけですね。そういうネガティブなことを指摘しなきゃいけないというのも管理職の立場としてはあるでしょう。だけどある程度の信頼関係ができないところで注意したり言ったって聞かないわけですから、言っても意味がないわけですね。だからポジティブフィードバックでどんどん信頼関係を作って上で、うん、すごくこういうことはやってるけども、ここもちょっと直したらいいんじゃないとか初めて言えるようになってくると思うので、まず9割型ポジティブフィードバックで1割ネガティブフィードバックぐらいのね、そのぐらいの割合で言っていけば相手にも少し響くということが出てくると思いますね。基本的にポジティブフィードバックがほとんどの場合足りてないと思います。ほとんどの職場では足りてないと思います。だからほとんどの人は、私はこんなに頑張ってるのになんで認められないんだろうって思いながら、ふてくされながらみんな仕事をしてるわけですね、多くの職場ではね。もっと自分がやってることがただ認められるだけで人間ってすごく嬉しいんですよ。やる気を感じるんですよ。やる気が出てくるんですよ。だけど自分はこんなに頑張ったのに褒められることもないし、そもそも俺がこんな頑張ってるの上司分かってんのと、いつも毎日残業してやってるからようやくこれだけの結果になってるのに全然気づいてねえじゃないかみたいな風にして反感として書いてるけど、例えば上司の人が、いや、いつも遅くまで頑張ってんねってただ言ってあげるだけで感情っていうのは変わってくるんですよね。ポジティブフィードバック、これ簡単なので、その人が何とかやってるポジティブな、うまくいってる、あるいはぼちぼちやれてる部分でいいので、それを言葉に出して言ってあげるだけです。これに関しては皆様のお子様とかもそうで、早く宿題やなさいっていう悪いことばっかりを指摘しても一向にやらないので、宿題やった時にすごく褒めてあげるとか、そこを言ってあげるとか、悪い点を取ったところを指摘するんじゃなく、頑張っていい点を取ったところをすごく言ってあげるということで、ポジティブフィードバックで伸ばしていくっていう方が短期で結果が出やすいですね。短所克服の部分は後から、ポジティブフィードバックで信頼関係ができた後からやっていけばいいというふうに考えます。ということで、なかなかやる気が出ない部下をやる気を出す方法っていうのは、悪い点を指摘することではなく、ポジティブフィードバックをしていく、とにかくポジティブフィードバックで、ガン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 ポジティブフィードバックで相手との信頼関係を作っていってほしいなと思います。